ばんは、今回は久々にガジェットのレビューを、したいと思います。まあ、自分音楽とかが結構好きで、あの作業してる時とか運動してる時とか、あと移動してる時とか iPhone で、音楽を聴くことが多いですね。でもこういうデバイスで音楽を聴く時って、こういうねイヤホンを使って音楽聴くと思うんですけど、iPhone についてこのイヤホン、最初これを使って聴いてたんですけど、 iPhone のライトニングからイヤホンジャックに変換するアダプターが壊れてこれが使えなくなったんで、この、Bluetooth の、ワイヤレスイヤホンを使ってて、これはちょっと家族が持ってた、まあ、結構安いものなんですけど、ワイヤレスって言ってもこうやって線で繋がってるタイプで、ここにレシーバーが付いててって感じなんですけど、バッテリーがちょっと弱いのと、操作性が悪いのと、断線して聞こえなくなってしまったということで、これは、使い物にならなくなってしまいました。ということでね、今回、イヤホンを新しく調達しました。なのでね、ちょっと紹介します。あと、今回のイヤホンを選ぶ条件として、複数台接続するときの切り替えとかがね、うまくいくようなものを選びました。というのはどういうことかっていうと、自分って、まあ、音楽聴くのは大体 iPhone なんですけど、まあ、編集したりとか YouTube 見たりとかっていうのはパソコンとかね、デスクトップでもこう Mac ありますけど、今で言えばこの3台のデバイスを切り替えながら使えるわけなんですけど、これだとちょっと切り替えがうまくいかなかったりとか、パソコンの方でなんか iPhone につないで音楽聴きながら外出たらなんかパソコンからパソコンの接続が切れて、こっちもなんか接続不良になったりとか、なんかそういう接続不良みたいな結構変な症状がねあったので、ちょっとこれ使いにくかったんですよね。なので違うデバイスでも Bluetooth の切り替えをスムーズにできるようなイヤホンを選びました。ちょっとなんか録画されてなくてもう切っちゃったんですけど、なんか Amazon のテープなんか記念仕様みたいな感じになってますね。クリスマスデザインと20周年みたいです、あの Amazon Japan。今回購入したのはこちらです。 JBL のワイヤレスイヤホン、トゥルーワイヤレスフラッシュ10です。これで JBL 単独で開発したイヤホンではなくて、アンダーアマーと、コラボして開発したイヤホンです。なのでここにアンダーアマーのロゴと、あと JBL のロゴも入ってるっていう、だからどっちかというとスポーツとか激しい運動とかに特化したイヤホンらしいです。あと防水性能とかも結構重視されてて、設計されてます。でかなりねデザイン性とかも良くて自分気に入ったので、これを選びました。パッケージはこんな感じですね。もうすごいなんか高級感があって、黒を主張にしてて全体的に高級感があって、すごい重厚感のあるパッケージです。ここにイヤホンのイラストが載ってても、この水に強いのよっていうのがもうイラストで強調されてます。こんな感じでアンダーアーマーと JBL のロゴどっちも入ってます。ここに大まかな説明が入ってますね。ボタンとか機能の説明とか、あとケースの説明とかがここに大雑把に書いてます。なんか JBL のパッケージって結構凝ってて、前に Bluetooth スピーカー買ったことあるので、それもそうなんですけど、なんかこういうヒラヒラがついてて、これを引っ張るとこんな感じですね。下からスライドするような感じで箱が出てきます。すごいっすね。もうなんかこれイヤホンの梱包とは思えない、 Android スマートフォンみたいな梱包で、すごい高級ですね。でさらに内箱があって、こういうことか。おうわすごい、すごいです。ちゃんとスポンジに包まれて入ってました。この中心に見えるのが、本体です。でこの箱もなんか作りがすごくて、蓋の部分にもスポンジがついてて、ここもなんか全部スポンジで覆われてて、ここに本体とサイドの箱がぴったりと入ってる感じですね。でこれが本体ですね。わすごいな。はい、本体こんな感じです。すごいアルミ製ですね。もう見て最初に思ったのは素材感がすごくいいですね。全面アルミでできてて、こんな感じのすごく重厚感のあるデザインで、安っぽさは全くありません。もうケースからここまでデザインにこだわられてて、これ素晴らしいですね。ここにアンダーアマーのロゴが入っています。で先に他の内容物を紹介しておきますと、これがイヤーピースですね。イヤーピース S と L のイヤーピースが付属してます。そしてこれがあれですね、耳にかける部分のチップみたいなのも付属してます。でもう一つあります。これは充電ケーブルですね。充電ケーブルが付属してます。なんか充電ケーブルのクオリティも高いですね。なんかJBL 製品そうなんですけど、充電ケーブルこんな感じのシリコンみたいな素材でできてて、断線とかしにくくて、携帯もしやすいような、素材とデザインになってます。
で、なんかケーブルがこううどんみたいな感じになってて絡まりにくいんですかね。あと耐久性とかの問題でこんな形になってると思うんですけど、結構この、 充電ケーブルだけでも、かなり考えられて作られてるなと思いました。で、本体側の端子はタイプ C 端子になりますね。1個前のモデルちょっと品番忘れちゃったんですけど、最初はその1個前のモデルを検討してて、価格差が大体2000円ぐらいあったんですけど、まあそのこっちを選ぶ決め手となったのがこのタイプ C 端子ですね。旧世代のやつはマイクロ USB だったんですけど、これがタイプ C ということで、これが決め手になりましたね。なんか意外と有名メーカーの出してる Bluetooth イヤホンでも未だにマイクロ USB のもの多くて、なんかちょっとそこがなんか安っぽいなって感じはしてたんですけど、ちゃんとタイプ C 対応ですね。で、片方は USB 端子です。アダプターは付いてないので別途用意する必要があります。下には説明書、取扱説明書ですかね。取扱説明書もなんかこういう高級な箱に入ってますけど、なんかすごいおもてなし感がありますね。パッケージだけでかなりパッケージにもこだわられてて、製品はもちろんこういう周辺機器とかパッケージとかもなんかデザイン性がすごかったのがちょっとすごいと思います。かなり説明書類はあります。もちろんね、いろんな国の言語に対応してるんですけど、探せば日本語あると思います。これがね、保証関係のやつですね。今回オプションで650円で延長して5年間、トータル5年間の保証を、購入しました。なので、それのやつかもしれません。だからもう5年保証っていうことは、まあ、寿命が来て壊れたとしても交換してもらえる可能性が高いってことなんで、かなりお得だと思います。650円なんでね、絶対入った方がいいと思います。で、これが各部品の紹介とか接続の仕方とかですかね。で、これが折りたためまれてる文章で、これは保証の規定とか、あと擬的膜のなんかそういう系のやつですね。内容物は以上になります。では早速本体の方を見てみましょう。こんな感じのね、さっきもお伝えした通り、かなりこの素材に関してはもう素晴らしいですね。アルミ素材が使われてて、このマットブラックなのがなんかすごいいい質感を出してて、かなり質感はいいんじゃないかなと思います。で、サイズ感、自分手でかい方なんですけど、こんな感じですね。 iPhone XR と比べるとこんな感じ。人によっては大きいって感じる人もいるかもしれませんが、こんぐらいだったら許容範囲ですかね。他の Bluetooth イヤホンとかって丸っこいのとか変ないびつな形のケースのイヤホンって多いと思うんですけど、これはこんな感じでちゃんと四角い形なので、持ち運ぶ時とかポケットに入れる時とかも全然かさばらなくて、しかもこれ薄型なんですよね。こう薄型なのでポケットに入れた時もあまり膨らみが出なくていいんじゃないかなと思いました。で、ここに、充電のポートがあって、このシリコンみたいなのを剥がすとこんな感じで、充電のタイプ C ポートが出てきます。で、この上側にはこのランプが4つついてて、これで充電残量をね、表してくれるみたいです。はい、じゃあ早速中身見ていきますが、ここにプッシュって書いてあるので、押しますね。これを押すと、イヤホンがこんな感じで出てくるような感じになります。こうですね。なんかこの機構かっこよくないですか？高級感があって。しかも簡単に取り出しが出てきて、普通の Bluetooth イヤホンって、こう、蓋をパカッと開けて取り出すタイプがね、多いと思うんですけど、これに関してはスライドさせて出すっていう、この新しいデザインが気に入りましたね。かっこよくないですか？しかもね、全然外とかでこの作業をしてても、なんか蓋開けてごちゃごちゃしてるよりは、スライドさせてパッと開けてパッと装着してっていう方がね、かなりスマートにね、装着できると思うので、この機構も、気に入って購入しました。ちゃんとこんな感じで引っかかりがあるんですよね、閉じた時も。なのでこうぶら下げたとしてもこう落ちてくることとかないですし、ちゃんと力をね、声に加えないと、スライドはできない感じになっているので、まあ落ちてきたりはしないと思います。で、イヤホン本体は、マグネットでくっついているような感じですね。こんな感じです。なので逆さにしても落ちてきません。これレビューにあったんですけど、これ素晴らしいって言っている人もいましたが、逆さにしても落ちてきません。イヤホン取り出します。で、この絶縁体みたいなのが貼ってあるので、これを、はい、イヤホンの外装こんな感じですね。この耳に入れる部分は、先っぽにイヤチップがついてて、
ここの胴体の部分にはこう耳に当たるところにシリコンのあれがついてて、これも交換できるんですけど、そこの部品がこう飛び出てて、これを耳に引っ掛けて、より安定感を出すための、時がついてます。これはね交換できます。でこうボディもねアルミ製になってますので、プラスチックとかでできたイヤホンとかより断然音はいいと思うし、かなりね低音が強く聞こえるっていうことで、かなり重厚感があるイヤホンだと思いますね。でここにトップのところにアンダーアマーのロゴが入ってます。サイドに JBL のロゴが入ってる感じですね。かなりレアな感じがして面白いです。で実際にね、デバイスと接続して、音楽を聴いてみたいと思います。まあ iPhone の方はこれは常識だと思いますけど、まあ Bluetooth からで説明書に書いてあったんですけど、両方ケースから取り出すとステレオモードになって、片方だけ取り出すと、モノラルのモードになるみたいです。でイヤホンを取り出すとこう青と赤の交互の点滅になります。そうするとおそらく、このその他のデバイスっていうところに iPhone の場合は出てきますね。これを接続ペアリングします。するとこんな感じで接続済みになりました。とりあえず少し音楽を聴いてみたいと思います。で、LR は、この、耳にはめるところの、このイヤピースと、充電の接点の間のところに LR の、アルファベットが書いてあるので、まあ、それを頼りに耳に入れてもらって、で、この耳の穴のこの上のところのくぼみにこの突起が来るように回し入れる感じですね。こうすることによってよりフィット感が出て、まあ、あの運動したりとか、しても、あと水が侵入しなくなったりとか、そういう効果があります。装着感こんな感じですね。そんなに変わった感じはないですね。個人的にはこのアンダーアーマーのロゴがかっこいいかなとは今あの見えてはないですけど思ってるんですけど、とりあえず音楽を聴いてみます。で聞いてみた感じ音質なんですけど、あのかなり高音が綺麗に聞こえますね。あのドラムのハイハットの音とか、そういうリズムを刻むような、高い音がね、あのすごく綺麗に聞こえます。あとボーカルであったりとか、まあそういう、最初に感じたのは高い音がすごい綺麗に出るなっていうのは感じました。で低い音、あの低音がかなり出るっていうことがね、言われてたイヤホンなんですけど、なんかすごいあのまあ、ズカズカ来るような感じじゃなくて、程よい感じに、まあ、曲の高音とかを潰さない感じ、いいバランスで、低音が来る感じですね。かなり低い、周波数の低音も綺麗に再生してくれたので、まあ、あの、そういう曲を聴く方もいいのかなとは思いました。で、少しね、騒音っていうか、音楽を聴いた状態で外とか歩ってて、どんぐらい外の音拾うのかっていうのをね、ちょっと検証してみたいんですけど、まあ、今家の中にはいるので、まあ、実際に外で使ってみたレビューは、あの後日1ヶ月レビューとか、1ヶ月間使用レビューとか、そういう動画を上げると思うので、まあ、その時にご紹介しますが、とりあえず今、スピーカーから音を流して、どんぐらい、耳に入ってくるかっていうのをね、試してみたいと思います。で一応、このパソコンのスピーカーで、出せる最大の音量で出力して、こっちはだいたい半分ぐらいの音量で聞いてみたいと思います。まあ、半分だと聞こえるは聞こえるんですけど、前使ってた安いイヤホンとか、このアップルの完全に耳を覆わないタイプっていうかのイヤホンよりは全然遮音性はいいです。で大体音量を4分の3ぐらいにすると快適に聞くことができました。なので外でも大体のところは半分ぐらいで、結構騒音が大きい駅のホームとか電車の中とか、乗り物乗ってる時なんかは4分の3ぐらいのボリュームにすれば、十分にね聞こえるのかなとは思いました。でその音漏れ問題も、こう外の音が入ってこないってことは中の音もおそらく漏れてないと思うので、意外と音量大きくしても隣の人とかには、あまり音は漏れてないんじゃないかなとは思いますね。そこまでその音漏れとかね遮音性とかを、あれした商品ではないんですけど、結構ねいいのかなと思いましたね。ちょっとイヤーピースを交換してみますか。でこれ S サイズと L サイズがついてるので、おそらくねデフォルトでついてるのは M サイズとかミドルサイズなのかなとは思いますね。このイヤーチップと、この耳にかける
部分、どっちも S、M、L 装着されてるのも含めてあります。大きさはあれですね、もう見た目で判断するしかないですね。多分結構違うと思うので、これ違う製品のイヤーピースなんではないかっていうぐらい大きさが違いますね。あの充電の接点の上のところに少しね突起があるので、この突起がねそれをしまう感じでしっかりはまるって感じですね。ああ大きくした方がフィット感はいいですね、自分の場合。あの最初にこれ SML3 サイズついてるので、自分に合うサイズをねあのイヤーピースにしてから装着することをお勧めします。あとイヤホンするときって音楽聴くときとかだけじゃなくて、動画見るときとかゲームするときとか編集するときとかもイヤホンって使うと思うんですけど、その場合に気になるのって遅延ですよね。まあ有線 の, あのイヤホンに比べればかなりねあの遅延はあると思うんですけど、ちょっとそこら辺もあの試してみたいと思います。で遅延とかもね、かなり少ないと思います。今人の顔が映ってる YouTube を見てるんですけど、あの話してる時の口の動きとかもあのそこまでズレはないですね。これ遅延が大きいと喋ってる口の動きと音ズレてるとかなり気持ち悪いんですけど、そんなのもなくて自然に見れますね。あと動画を再生したり止めたりした時の遅延も、少ないと思います。だからこうガチでゲームやってる人とかだとちょっとあの分かんないですけど、まあ、動画見るとか軽く編集するぐらいなら十分ねあの使えるんではないかと思います。ということで今回は、この JBL とアンダーマンのコラボイヤホン True Wireless Flash 10という、イヤホンを、紹介してみました。で、まあ、少し触ってみて良かった点というのは、まずねこう質感ですよね。こう質感が、すごく良くて、まあ、高級感と重厚感にあふれてるイヤホンだったっていうのと、スライドする機構がかなりかっこよくて、でしかもコンパクトで外出先で装着するときとかもね、スマートに装着できるのではないかなと思います。でケースの形もこんな感じでね、無駄のない、四角い形で、しかも薄型なのでポケットに入れたりしてもかさばることがなくて、あの収納するときとかにもねかなりいいのではないかと思います。でここにストラップホールがついてるので紐がついてますけど、ここにねあのストラップとかカラビナとかを、つけることができます。でイヤホンもね、でイヤホンもアルミ製でかなり高級感があります。で音もね、安いイヤホンだとなんかこもった感じになるんですけど、それどころかもう高音がものすごく綺麗に聞こえて、かつ低音もね嫌な感じじゃなくて、すごいバランスの取れた感じに聞こえて、まあ、音自体はもうクオリティすごく高いんじゃないかなと思いましたね。高音が綺麗に聞こえるっていうことは、電子音楽とかそういう曲じゃなくてもクラシックとか、そういう高解像度な音源でもかなり綺麗に再生されるのかなと思いましたね。でかなりねフィット感が良くて、この突起とかがついてたりとかっていうのもあるんですけど、かなり耳につけた時のフィット感がいいので、まあ、多少のことで落ちたりはしないのかなと思います。で遅延も思ったより少なくて良かったです。であと充電端子が Type-C ってことですよね。あのマイクロ USB のやつ、まだ未だにあのイヤホンではあるんですけど、まあ Type-C っていうことで安っぽくなくて、すごくねいいのかなと思います。まああくまでねあのスマホとかパソコンとかと一緒に使用する周辺機器なんですけど、かなり品質がいいのと重厚感があるのとで、これも主役に立てるような、そんぐらい、存在感のある、製品です。もうこのイヤホンに関してはあの1ヶ月ぐらいあの使ったら再度レビュー動画を上げてみたいと思うので、ぜひそちらもねアップでき次第概要欄にリンクを貼っとくので、ぜひねご視聴よろしくお願いします。このチャンネルでは、こういうガジェットとか家電のレビュー、上げてますので、ぜひ興味のある方は、下の概要欄から、チャンネル登録の方お願いします。あと Twitter、Instagram、あと毎日投稿、毎日17時にアップする、Vlog もやってますので、ぜひ興味があればご視聴ください。ではまた次の動画で会いましょう。